TBS ラジオ伊集院光とラジオと風間森夫とおはようございます。リエさんお久しぶりです。そうですね、本当に随分経ちますね。今日はですね、この今までの俳優人生といいますか、それから来週から始まる私の一人芝居、楽しくお話しできればと思っております。この後スタジオにお邪魔します。よろしく。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。こんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの喜入智広です。こんにちは、木曜パートナーの柴田理恵です。さあ、この後スタジオにお迎えするのは俳優の風間森夫さんでございます。はい、あの演劇界の先輩シリーズとしては、はい、江本さんの時は、うん、ドキドキとワクワクの感じだったじゃないですか。でさらにビクビクあったじゃないですか。ビクビク、相当ビクビクしてました。でなんかお見受けするに、風間さんドキドキワクワクとちょっと目ハートな感じ含めて、大好きなんです。もうとにかく大好きなの。江本さんの時はね、怒られるって感じがちょっと。もう風間さんは本当に最高の役者さんですよ。役者になるために生まれてきた人だもん。なんかさ、本人前になるとさ、うん、大変だと思うから、うん、何が一番聞きたいの？なんつうの？何がすごくて何が一番聞きたい？あんなに芝居の舞台の上で 300% 生きる人が普段は何考えて生きてるか。だって本人に何がすごいのって、こんなに容量を得ない柴田さんいなくて、うん、舞台に風間森夫がいるだけで、うん、もう出来上がるんですっていう。もういるだけでいいんです。もうわけわかんないし、俺だからじゃわかんない。ただ動いて喋ってるだけでもう、もういいの。僕は、ある時期、ちょっと塚浩平さんの芝居にかぶれた時に、もう風間さんはそこには出てなかったんだけど、うん、感動するわけ、うん。感動するのに、うん、みんなでもずっとファンの人が言うには、うん、でも、風間森夫がこれをやった時にはっていう、うん、嘘この上に行くのってなっちゃう。こっち側から行くんだよ。ほら、あと、もう一個先に本人面と向かっては言いづらいことで言うと、落語やられるんでしょ、うんうん、普通ね、落語家のお堅い師匠たちって、うん、落語家外の人が落語やるのを、うん、あの斜めにちょっとひねた目で見るんだけど、うん、風間さんだけは違うのよ、みんな違うのよ。本当にすごい肯定的なの、みんな、うん、風間さんの下手すりゃ機械チケットさえ手に入ったら見ておけっていうぐらい、うんうん、同業者が、落語家がある意味本家が、うん、ということで、この後風間森夫さんスタジオに登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は e メッセージグループ他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、風間森夫さんは1949年生まれ、東京都出身、現在70歳。子役時代を経て1971年、大学在学中に劇団表現劇場を立ち上げました。その後、演出家の塚浩平さんと出会い、舞台熱海殺人事件などに出演。1983年には映画蒲田行進曲で日本アカデミー賞の最優秀助演男優賞を受賞。さらにこの年にはドラマスチュワーデス物語の共感役もヒットし、一躍人気者になりました。近年も様々な映画やドラマ、舞台に出演し、数々の賞を受賞されています。本日のゲストは、日本を代表する名俳優、風間森夫さんです。ということで、生のスタジオに風間森夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、柴田さんが今乙女みたいになっちゃってるんです。もう目がうるうるしてるんですよね。親子2代で好きですからね。うちのお母さんも大好きなんだもん。風間さんと柴田さんというのは共演ドラマで、ドラマで、もう随分前ですよね。もう20年以上前ですね。ですよね。あの、なんだっけ、中井貴一さんとか、そう、朝の。グッドモーニング。そうです。なんか、葬儀屋さんのお話。葬儀屋の話、ね。うん。それで、私はそこにいる従業員みたいな役で出させていただいて、その時に、わ、風間森夫さんとしてはすっごい嬉しいと思って、休憩時間の楽屋全部風間森夫さんの部屋に行ったの。
もう、しつきまとってたんですよ。好きで好きで。室井茂さんとね、茂ちゃんもいて、一度あの僕あたがいちょっと小さい家があるんですけど、あの泊まりに来てくれて、そう、一緒にお風呂は入ってませんけど、一緒のお風呂、一緒のお風呂には入った。でも、柴田さんにね、だから僕らはそうやって共演もしてるわけだから、風間森夫さんのすごいところをいっぱい教えてくださいって言うと、風間森夫はね、風間森夫なのよ！まだ意味がわかんないんですけど。舞台に出て、どんな本であろうが、どんな演出であろうが、風間さんが出て、喋って動いてたら、もうこれでもう、300点なんです。もう、それだけでいいの。で逆に言うと、その舞台じゃないとこ、風間さん何してんだろうみたいのは、本当は聞きたいんでしょ、すごい聞きたいんでしょ、聞きたいです。何か普通の風間さんは。こんなに役者になるために生まれてきたような人が、の、普段何考えてきてんのかなと思って。何も考えてないですよ、もう。とにかく、もう今年後期を迎えたんで。だから、とにかく、ただ長生きしたいんですよ。はい。はい。で、僕、役者辞めちゃったら、だらしない男だから、はい、きっとね、昼間、夕方から酒飲んで、で、うだうだしてて、あとは好きな麻雀やって、もう、芝居辞めたらね、早死にしちゃうと思って。生きてる、一番生きてる、生き生きとしてとか芝居をしてるところだから。そうですね、まあ芝居がとりあえずあるから、元気でいようとかね。はい、どこからスイッチが入るんですか？こう、なんて言うんでしょうね。その、今おっしゃってることをね、真に受けて聞くならば、いつもはじゃあだらしないとするならば、はい、本をもらった時なのか、なんかそのもうタイトルだけどこういうのやるって依頼が来た時からなのか、どこからスイッチ入ってくるんですか？まあ、今回のね、一人芝居三部作ってこれ、はい、まあ、一人で3時間やりきろうと、自分から言い出してしまったんですけど、なんか全然こう、あれが上がらないんですよ。今言う気持ちみたいな。気持ちが、なんか、モチベーションっていうか、なんていう、はい、スイッチが入らなくて、はい、そうするとね、結構気持ちが慣れちゃって、そうすると体力も弱るんですね。で、この間風邪ひいて、9度近く熱が出て、あららら。で、ろくに稽古してないんですよ。で、いよいよもう、尻に火がつくっていうのありますね。はいはいはい。もうダメだって、こっからスイッチが入る。なるほどね。そこだけは心配感ありますか？何回余裕のある時全然だ、これで大丈夫なのかって思うものの急にスイッチ。スイッチがもうここで入れないと間に合わんだろうっていうところまでだらしないんですよ。でも一人芝居。だって今度3部作全部やられるんじゃないですか、はい、その前ほら5部作のやつも一挙やった。ああ、2010年にやりましたね。見に行ったんですよ。すごいですよ。5時間ですよ。ね。はい、5時間ずっと、だからね、ずっと、その、1部、2部、3部、全部1本ずつの芝居なんですよ。で、それをずっとやってこられて、ある時それを5本全部まとめてやるんですよ。それは、マゾですか？何ですか？あのね、その前に2003年か2年に三部作っていうのをやったんですよね。はい、あ、はいはい、はい、ね、三部作。それでそれに2本くっつけて、五部作までそのある一人、牛山明っていう男なんですけど、はい、主人公で。牛山明シリーズ。はい、はい。で、これ一挙に5本やったら人は褒めてくれるだろうと。3本で随分褒められたんです。5本やったら倍褒められると思ったら、結構、スルーでしたね。いや、そんなことないですよ。すごいの天井を破っちゃったんですよ。だってこっち側からしたら、それすごいの天井を破ったものはもうすごいしか言いようがないから。だって普通5時間芝居やると思ったらさ、絶対見に行かないじゃない。だって、長いよ。長いし嫌じゃん。全然飽きないんだよ。すごい、別に私がファンだからってことじゃなくて、お客さん全員誰も飽きてなかったもん。すごいと思う。僕はすごいなと思うのは、ある程度の年齢から先、やったらすごいのはわかるけれども、恥をかいたらどうしようとか、ましてや自分が今勝手に親近感を覚えた、尻に火がつくまでっていうタイプの人は、なんだろう、やらなくなっちゃうイメージだし、自分50にしてやらないことをしょうがないよ50だもんって言ってるのがちょっと恥ずかしくなっちゃうんですけど、やる、褒めてもらえたら、そのやる原動力、いつまでもやれそうです。これはど、いや。いやいや、もう、僕はね、きっと、今回で、自分で、
身を引きます。やるな、これ。これやるな。この顔をやる顔。絶対やる。あの、自分の中のやる気バロメーターは、うん、寸前の後悔とかないんですか？その、俺こんなもん引き受けなきゃよかったな、は。今。つまんないこと言い出しちゃったな、と思って。でもそれを超える何かが、舞台上がっちゃうと出ちゃうわけでしょ？そうですね。やっぱりお客さん、まあね、楽しみにしてくださってる人がいるっていうことがもうだんだん見えてきたんで、はい、これはある種責任感もあるし、はい、僕の意地もあるし、はい、これはやりきってやろうと。今、やっと、昨日あたりから火がついてきた。今までの経験だと、それの、よかった、やってよかったってなるのはどこですか？今までのピークっていうんですかね。常にそうなんですよ。落語を始めた時もね。はい、はい。本当に出かけるまで、はい、あ、嫌だ、もうなんで落語なんて始めたんだとかって。うん、はい。で、だいたいぐずぐず言って、家を出て、はい、で、帰ってきて、どうでしたってうちのやつに聞かれて、うん、あ、やっぱやってよかったって。それの繰り返しですね。だから、やり終わった時のある種の達成感は、常にあるんですけどね。はい、はい。もう、愚痴っぽいっていうか、なんでこんな、もう、寿命縮めるようなことするんだろう。なんかすごいな。すごいよね。まあ、皆さんに聞くんですけど、そのスタートはどこからですか？役者人生のスタート。あ、僕はこれは児童劇団に、小学校2年の時入ったんです。これは母親の勧めで。児童劇団にいたんですか？いらっしゃったんですか？まあ、小学校3年になって、はい、東映児童演劇研修所っていう、東映が、はい、テレビ映画に通用する子役を養成しようっていうの、はい、そこの1期生なんです。へぇ、で、まあ、ちょっと、年齢は僕よりちょっと2つぐらい上かな。うん、松岡きっこさんとか、ね、はい、本間千代子さんとか、はいはい、あれ同期生なんですけど、ね、小学校時代結構東映もまだ時代劇が全盛の頃で、うん、まあ、忙しく出ててね。うん、まあ、売れっ子って言いますからね、うん、劇場用映画で主役もやったりとか。ただ、中学入っても辞めたくなったんです、児童劇団を、うん。で、辞めた方がいいっていう、元民芸にいらした米倉さんって入りました。ああ、米倉まさかの。まあ、彼もまだ若くて、はい、大学生の役で彼が教育映画で共演したんですけど。はい、役者やるんだったら、うん、すぐやめた方がいいと、うん、で大人になって勉強し直せと、うん、ああ、今の逆説的で面白いですね。役者やるんならやめた方がいい、うん、子役はやめた方がいい、子役をここで一回やめた方がいい、はい、多分米倉さん民芸の養成所に入れってそういうつもりだったんじゃないですか。いや、今のうちにこの作品の方がなるほどなるほど、なるほど、うん、次のステップをうちでっていうことですか。で、まあ、中学、高校、普通に学生やってまして、うん、で、児童劇団辞めた時は、身近に見てた映画スター、うんうん、大川橋蔵さんとかね、はい、中村金の、まあ、よろずやになりましたけど、うん、金ちゃんとか、はい、ああいう映画スターになりたかったんですけど、はい、高校時代から、まあ、いわゆるその、進撃っていうんですか、うんうん、それ見始めて、うん、ああ、舞台俳優っていいなと。うん、で、学生演劇やろうと思って。うん、で、一浪して、なんとか、早稲田に入りまして。うん、ところが、早稲田入ったはいいけど、69年、70年で、学園紛争の真っ只中で、はい。授業がない。はい、授業はないし、はい、で、僕の入った自由舞台っていうサークルは、大変過激なサークルで、はい、今は芝居やってる時じゃない。街頭に出ようって言って。で、僕が入った年に、伝統ある自由舞台が解散っていう。あ、そうなんですか。早稲田三大劇団って、はいはいはい、自由舞台と劇研、うん、まあ、演劇研究会と小玉って、うん。あ、小玉、はい。これが B 作さんがいたと。あ、B 作さん小玉ですね。はいはいはい。佐伯茂さんもそこにいたんです。ああ、はいはい。で、あとはもうしょうがないから、授業はないし、サークルはないから、うん、高田のママに毎日麻雀打ちに行ってた。そこで麻雀めちゃめちゃあるんですね。これじゃいけないって言うんで、22の年に、養成所、俳優小劇場っていう。あ、俳小。俳小。はいはい。で、そこで大竹誠、佐伯茂、北野と出会って、で、彼らと劇団を作ったんです。へぇ、若き日のあの3人は、どんな感じなんですか？
みんな魅力的でしたよ。うん、ええー。で、特に北郎は、あいつは中央大学文学部、あいつだけだな。うん、ちゃんと大学卒業してたのは。で、意外ですね。一応そう。大変。僕らからしたら、もうダメなおじさんの代表ですから。もうね、下もよく回ってない。もうダメを極めてきてるおじさんですけど。彼が一番その、いわゆる、進撃人を目指してたっていう、うん、だから僕らの劇団も表現劇場っていう名前なんですけど、はい、なんかよくわかんない北郎がドイツ表現主義から取った名前だからみたいな、なんだよそれドイツ表現主義っ て誰も知らないし興味ねえし大竹何でもいいやそれでいいやなんてそんなしっかりした青年だったんですね北郎さんは。テレビなんかもなやるもんじゃないそれが今何あれあの手たらくあの頃はやっぱりほら劇芝居やる人は芝居の人でテレビ出る人はテレビの人でもテレビに魂を売るっていう時代ですよそれね僕らすごくわかるのは僕落語の修行時代にテレビ芸なんぞってやっぱり言うんですよテレビに媚びた芸なんぞって言うんですね、うん、で一つは真理でもあるし一つはまたその酸っぱいブドウでもあると思うんですでそんな中で僕すごいなと思うのは僕らそれこそ、シュワゼツ物語の時の子だから、うん、見てた子だから、ああやってなってくと、テレビにみんな、そうは言っても稼げる人気の出るテレビに行くもんだって思っちゃうんです。うん、でもやっぱり、風間さんにとって舞台なんですか？一番は。いや、もちろんライブっていうか、生なものが好きなんで、はい、ずっと、まあ、テレビや映画で忙しい時期も、うん、必ず年に一本は舞台はやってたんですよね。ただやっぱり映画とか特にテレビで名前が出るとね人気者になりましてねなりますよ共感で共感だもん、はい、はい、それを銭形平次銭にも投げましたはいはい橋蔵さんの後に投げてるんだもん、はいはい、やりましたけどね、うん、はいいや多分銭は投げるわ銭は向こうから来るわになるわけじゃないですか、はい、だってねそれは分かりやすくテレビ映画の方が儲かるで言えば儲かる仕事ですよ世の中金が一番ならばまあそういうことですけどね、はい、でもただやっぱりお客さん生な、うん、あの自分を晒すっていうその緊張感とかそれは必要だなと思ったよねそれはやっぱり変えられないものですかそうですねやっぱりそこに戻っていかないとたかが緩んでくるっていうからなんかそういう危機感を持ちますよねいやなんか おっしゃることの10分の1ぐらいなんだろうけどもわかる気がします。何でも、より大勢の人が見て、よりお金になる職場がいい職場だって、やっぱり僕は若い頃は思ってて、うん、ラジオで有名になってテレビに出たいと思ってました。だからテレビに出るようになって、毎日ラジオをやるなんていう生活は絶対思ってなかったんですけど、何ですかね、やっぱり戻るというか、ちょっと思いはあるみたいなところで。そんなに寸前までなんで俺これ引き受けちゃったなと思ってもそこでこう受ける目の前に人がいて受けるはやっぱすごいですかそうですねやっぱり僕はライブって、うんでまあ、テレビはほらチャンネルひねれば見れるっていう世界だけど、はいねはいまあ、リエさんなんかもねよくわかってると思いますけど、うん、お客さんってさチケットを買ってきてくれるわけですよね、うん、そうですよね何月何日の、うんね、昼公演とか、うんうんそう、まあ、塚さんもよくおっしゃってたんですけど、やっぱりそのお客の意思っていうかな、劇場に足を運んでくれる、うん、それがすごくやっぱり大変なことだと思うし、うん、そこでこう、目いっぱい自分を晒さないで、うん、どこでお前は役者としてね、役者面してられるんだっていうような、うんうん、はい。そこはきちっと、真面目に考える人なんです。そこだけは。芝居だけはものすごく真面目な人ですよね。だけはなんて。はい、だけ。塚さんすごい人でした。そうですね。塚さんはやっぱり、取った料金だけね、損させるなっていうか、お客を、まあ、いい意味で騙して、はい、気持ちよくして、はい、返さなきゃいけないっていう、はい、そこは徹底してましたね。取った料金は少なくとも取った料金は返さなきゃ、それは保証しろと。あのさ、舞台のエンディングとかで踊るなんてことは誰もやったことがなかった。それ、塚さん初めてじゃないんですかあれ、あったそう思うんだけど。僕
僕らあの時期、塚さんのとこしか見てなかったからね。そうです。タクシードで最後、まあ、忘れないってことを踊ったりしてたじゃないですか。カーテンコールというか。うん、はい、ああいうことって、塚さんが最初ですよ。それまでお芝居は、あの、お芝居として始まって、お芝居として終わってもう終わりだったのに、ああやってこう、役者がその、また別の楽しみ方をさせるっていうのは、あの方が最初だと思います。すっごいことですよこれ。僕はその初めて、それこそ風間さんより後に塚さん芝居見に行って、でその時にその舞台でよだれを垂らし白目向いて、で本当にこの人本当にここで叫びながら死んじゃうんじゃないかと思いながらの芝居を見て、うん、でその後に塚さんをずっと見てる人が、だけどね、面白かった、だけど風間森生はねって必ずなるんですで、その、何なのじゃ、俺が今このすげえと思った芝居の、だけどねの人何なのっていうのが僕のずっと印象で。その頃の思い出ってありますもう、塚さんと。いや、とにかく第一次塚ブームと呼ばれた時代ですからね。もう、チケット取れない、チケット取れないって大騒ぎの中で、まあ、塚さんが紀ノ国屋からパルコへ、西部劇場へ進出して、はいはい、で、風間森生スペシャルとかって、かむりつけてくれってやってくれたんですけどね。うんうん、まあ、今で言うリピーターって言うんですか、はい、前3列ぐらいは僕のファンが、もう毎日来てて。で、僕すごい汗っかきで、はい、で、それは、まあ、広島に原爆を落とす日っていうか、まあ戦争ものなんですけど、はい、上半身裸でね、はい、こう長台詞を言ってこう、ふわって手なんか振ると、はい、指の先から汗がこう、飛び散るわけですよ。それがピンスポに当たって、キラ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 輝いて、でその汗がこうかかると、前3列目ぐらいが、キャーってな騒ぎですよ。ね。わかるでしょ、小劇場のね。すごい、小劇場のスターですから。わかる。で、塚さんが、お前、出の前に風間、どんどん水飲め。な。水飲んでな。すっげえ。汗かいて、汗振りまいてこい。ってな。キャッキャ言わしてこい。僕も素直だから、それをやって、まあ出番が終わって楽屋に戻ると、大体あの方はこう、ひっくり返ってタバコ吸ってんですよ。で、モニターからこう、キャッキャッキャッキャで、ね、俺が騒がれてんのが、流れてくるわけです、うん。それが面白くないんですね。面白くない。その両方いるの何それそれが塚さんっていう人で。で、まあ絶対その場で作ったと思うんだけど、おい、風間、アンケートにな、こういうのがあったぞ。え？汗かいて何の役者の誉れかな。熱演と呼ばれる役者の芸のなさ。おめえのことだよ。水飲ましたのに。さあ、一回 CM 挟んで、まだまだ、風間森生さんのお話伺いたいと思います。伊集院光と、ラジオと、風間森生と、平和三部作、一挙上演と。さあ、引き続き本日のゲストは俳優の風間森生さんです。改めてよろしくお願いします。お願いします。さあ、その平和三部作のお話ですが、まず情報を、キーラアナウンサーからお願いします。はい。風間森生一人芝居、平和三部作、一挙上演が、来週木曜日9月26日から10月3日まで、本田劇場で上演されます。21年間で合わせて7本上演され、毎年日本全国、世界各国で巡演してきた風間森生さんの一人芝居。2003年の三部作一挙上演では、文化庁芸術祭大賞と読売演劇大賞優秀男優賞などを受賞されました。そして今年、古希を記念して、正義の味方、ピース、新作、あの時代の平和三部作をなんと一挙に上演。風間森生さんが舞台狭しと縦横無尽に駆け巡り、演じます、歌います、弾けますということです。なおですね、9月30日月曜日の公演では、アフタートークに柴田理恵さんが登場します。よろしくお願いします。9月30日、この日はですね、午後2時開演で、夕方5時終演予定です。その後、アフタートーク。っていう。ありがとうございます。もうね、今、くたびれてますから、はい、僕ほとんど喋りませんから。ちょっとやめてくださいよ。風間さんが喋るのみんな楽しみしてんだから。すごいのが。理恵さんのトークだけ。こっちは無責任に、縦横無尽に駆け巡り、演じます、歌います、弾けますとしてますけども。うん、歌う、あれよ、あれよかったじゃないですか、あの、中心ぐらい、宝星現場、ね。歌っ
って何が節を語ってね、もう最高長いんですよ。8分何十秒って。そう。え、劇中で、あの、何わ節、8分やるんですよ。あれがかっこよくて、かっこよくてね。いやー、いいね。なんか、今回ね、今ちょうどメッセージテーマを、オイルショックって言って、オイル、あの、自分は年取ったなっていうショックと、で、それをずっと読んでるうちに悔しくなってきて、オイルショック返しって言って、年取るとこっちはいいことだってあんだっていうのも、くださいってやってるんですけどね。なんか、風間さんの思う、なんか、年取ってみて長くやってる同じ演題をやったりするわけじゃないですか。見方変わったりとかって感じ方やり方変わったりするもんですか。あ、そう、自分のやってる作品の、あ、はい、あ、やっぱりね、僕はあの再演って好きなんですよ、いつも、はい、どんな芝居でも、はい、ええ、はい、で、まあ、あの、これ二作はね、はい、正義の味方とピースは、はいはい、まあ言ってみれば再演なんですよね。はい、新作が一本なんで、はい、で、記録の DVD があって、はい、見たらつまんないんですよ、自分は。みんなはいいいいって言ってくれたんですけど、はいはい、だからこれはやばいぞっていう。だいたい僕そうなんです。記録のやつを見て再演っていうと、はいはい、絶対再演の方が良くなってるはずなんですよ。ああ、そうです。絶対そうですよね。もう、自分で自分の荒探しをしちゃって。で、再演したやつをまた記録で見たら、きっとまたつまんないんだろうねっていう。いや、でもね、僕それ延々繰り返して、どんどん良くなっていくんですね。俺、そういう人ばっかじゃないと思うんですよ。あの頃良かったって思う人だっているはずなんですよ。ってことは、風間さんが進んでるんですって。そうですか。いや、正直もう、いや、赤面っていうか、こんなのやってたのかよ、俺、みたいな。なるんだ。いやー、すごいな。いいな。じゃあやっぱりますます楽しみですよね。そうですね。なんか必ず、あの、本人から見どころって言ってもらってるんですけど、一番照れくさいやつなんですけど。そんなことは言えないですよ、見どころなんで。だからあの。だって行く寸前までちょっと後悔するんですもんね、やる寸前まで。だから怖いものを見たさの人とかね、はい、あの、怖いもの知らずの人、ぜひ来てくださいっていう。いやー、でもちょっとここまで、その、おっしゃられると見たい、すごい見たい、ね。3時間にわたる、芝居だと思うんですけれども、うんうん、一切飽きないですよ、うん、私まだ見てないけどその前の5時間見てるから一切飽きなかったから、うん、でこれもオイルショックで言うともうどんどん短くていいと思うようになっちゃうんです。でもたまに冒険していって当たりに当たった時の感動は若い時よりでかくて、うん、3時間の芝居見るって俺初めてだけど51になって初めて見てみようかなってなって、うん、そこでこういうことなんだってなった時は、うん、多分10代で出会うよりも感動でかい気がして、うんうん、初めてのことがどんどん減ってくんで、いや、なんかちょっとすごそう、楽しみですね、うん、さあここから逆に言えば俺らは勝手に楽しみにする準備はできましたので。そうですよね。まあ僕もね楽しんでやらないと、はい、きっとお客さんね、あの、辛いと思うんで、まあ、目いっぱい楽しんでやりたいなと、うん、最後に夢、まあ、プライベートでも、あの、お仕事上でもいいんですが、今後の夢や野望があったら聞かせてもらえますか？いやー、もうそんな、なんか、こんなことをやってやろうとかね、はい、これに挑戦しようとかっていうことで生きてこなかったんで、うん、まあ、ひたすら元気だよね。ひたすら元気。ついで酒がいつもうまくて。はい、麻雀やりゃ勝つという、そういう、そういう人生を。健康ね、充実だと、運まで、運気も。欲しいという、はい、ね、はい。それを欲張ってますね。ということで、今日のゲストです。俳優の風間杜夫さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。